元通りになれてよかった。グダグダだったけど、北さんを引き止めようとしてよかった。私、頑張った。じゃあお先に失礼します。ああ、ぼっちちゃん待ってよ。今日一番の功労者なのに。ぼっちのおかげで復活できた。後藤さん、ありがとう。ああ、いや、私なんか全然大したことなんて。絶対大したことしたと思ってる。後藤さん、すぐ顔に出るのね。でも私、いくら練習しても本当にギター弾けなかったの。なんか、ボンボンって低い音がして。それベースじゃ。私そこまで無知じゃないって。ベースって弦が4本のやつでしょ。ほら、ちゃんと6本あるでしょ。弦が6本のとかもあります。それ多弦ベース。お父さんにお小遣いとお年玉2年分前借りしたのに。来たじゃーん。